そのすごいあのふわーな顔してる。はい、怪しい。追いつけない。始まった。違うの？行かないの？そっちゃん。うち行く？こちらです。失礼します。看護師さん、おはようございます。こちら、北条閣下。お初にお目にかかります。何？九州の伊丹です。伊丹です。事情聴取に来たの？ええ。ご苦労様。でもそれ、今済ませたとこ。何あ、失礼します。そっちゃん、しゃくれてるよ。確かに、しゃくれてるって。鈴嵐の殺された晩。おしっこやろ、今。ワインを飲みながら鈴嵐とお話をされた。そして午後11時頃引き上げた。あ、鈴嵐が冷蔵庫に入った。そうですね。そうですね。お差し支えなければ、鈴原さんとどのようなお話をなされたのか、お聞かせ願えますか。北条さん。部屋入らせた。ちょっと。いやその会も虚しくこんなことになってしまった。だったら素直にそう言えないじゃないですかね。変に隠し立てしないで。そうかな。隠したくなる気持ちもわからなくはないけど。お前のご指定の尋問口調が感じ下がったんだって。こんな無礼な奴に本当のことなんて話してやろうか。まあ要するに手相を投げたわけだ。なバカだよ。なるほど。なったりそらすかそんなバカげた理由納得できなくもない。あのか、はい、どうやら皆さん僕が神様に言ったらだよね。だけどお前も小さな一人であんな招き気づかねえ。あの器かまして、手足しまって、その上、冷蔵庫に放り込むなんてことはさ、だって相手まだ50代だぜ、長いのせいのじいさんも好きよ、俺さ。はい、そうそうそう。一人が残された警察の人、例えば、二人なんだ、二人じいさんと女がタッグを組んだ。女女でも入れや力になる。あんな真似ができたかもしれない。女だろうな。あ、びっくりした。よろしければお茶でもご一緒しませんか。そうですか。去年の夏から、ええ、あのお屋敷でお世話になってます。代わりに閣下のお世話をしてるわけですか。身の回りのお世話とか。ええ